やばい、めっちゃプニプニなんだけど。え、マジで？なんかこれ友達っぽくない？もしかしてこれもこいつのおかげ？やばいね、プニプニだ。おい、嫌がってんだろ。ごめん、今僕なんかした？いや、俺が嫌だった。福原が俺以外のやつに触れられてんの我慢できなくて。余裕なくて悪い。その顔でそんなこと言われたら破壊力半端ないんですけど。なんだよあいつ、漫画界の住人かよ。モテるモテるだろうよあれじゃ。まずい、すごすぎる。この俺が動揺を隠しきれないなんて。みんなにバレる前に別れるべきか。マジかよ、あいつと離れた途端これかよ。くっそ、マジ。やっぱり別れらんねえ。決めた、何としてもあいつと恋人でい続ける。篠宮くん、たとえそれが。篠宮くん、ちょっと翔くんを合コンに連れ回すのやめてくれる？ほんとこいつのせいで、なっちゃんこの間約束したパンケーキ一緒に食べられなかったもんね。ほんとにこいつのせいだよ。え、あれ、ここにもいない。こうなったらもう篠宮と極力一緒に行動していたい。おお、そのロルマちゃんのお弁当が。よかった。てかどうした？福原びしょ濡れじゃねえか。大丈夫だよ、着替え持ってるし。心配だろ、俺の恋人を風邪ひかせるわけにはいかない。なあ福原、ん、今週の土日どっちか空いてるか？ああ、うん、じゃあ二人で出かけね。え、僕と篠宮くんが二人で？あ、どう？いざ決戦の土曜日、手合わせは11時。不交代室のこの俺でもさすがに2時間半前に出ればあいつより先にたどり着ける。うわ、危ない危ない、どいてどいて。そう言われても。聞いてないんだけど。なんて、これくらい想定内だ。歩きと電車でも余裕余裕。しんのすけか、しんのすけ生きとったんか。しんのすけ、ちょっと、ちょっと。牛中？はぁ、くっそ、ついてねえ。つか今何時だ？よいしょ。ん？え？まさか。謝るなぁ。何すんだよ、危ないだろうが。え、
飛び降りようとしてたんじゃないんですか？いや、痒くてさ、君も水虫には気をつけなよ。はあ。どうしよう、これじゃ篠宮に連絡できない。俺乗ります。すいません。よし、ここからならあと20分くらいで。頼む、せめて今日だけはもうこれ以上の不幸は勘弁してくれ。すいません、お客さん、この先自己渋滞ですね。やっぱり福原、篠宮くん、ほんとごめん。まさかまだ待っててくれたなんて。僕いろいろあって連絡しようと思ったんだけど、スマホは壊れちゃうし、番号もスマホに入ってるから分かんなくて。ほんとごめん。そんなことより福原が無事でよかった。俺が悪かった。え？いや、全然僕が。ごめんな。明日は俺がお前んちまで。篠宮くん、家まで送るよ。お前、どうやったらこんなことなんだよ。もう本当に災難だよ。ペンキがビャーってさ。いえいえ。こうして俺たちのお出かけは明日もう一度リベンジすることになった。